皆さんこんにちは、エンです。マミです。はい、本日はサイクル用品のレビュー動画になります。はい、で今使ってるものになるんですけども、サウザンドショアス株式会社様からスポルトニーヤのサイクルトレーナー、こちら固定ローラーですねを2台提供いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の動画はですね、こちらの製品の紹介と、まあ、どういうふうに活用していくかっていうのを、動画にしたいと思ってます。はい、では早速始めていこう。おうそれでは製品のご紹介をしたいと思います。今回提供いただいたものがこちらのサイクルトレーナースポルトニーヤの、固定ローラー台になります。製品の仕様を説明すると、まずカラー展開がマミが今つけている赤とこちらの黒がございます。製品重量自体は 6.8 キロですので、かなり軽くて持ち運びが簡単にできます。でかつこういうふうに折りたたむことができるんですね。折りたたむことができることによって、室内保管の場所を取らないですし、車とかに積む時も場所を取らないと思います。製品は結構光沢のあるカラーで塗られていますし、金属の部分もかなり光沢がありますので高級感が結構あります。本体には負荷調整ダイヤル6段まで調整できるものがついております。他にもこういう前輪を乗せるための台もついてきます。でもう一個付属していたのがクイックリリースですね。やはり固定ローラーっていうのはこことここでがっちり後輪を固定するもんですから、金属の付属してきたものをつけることをお勧めします。使用可能タイヤサイズについてなんですけども、26から29インチ、そして今履いている 700C、 こちらが対応のタイヤサイズとなっております。製品の特徴としては、初心者から上級者まで幅広くトレーニングが楽しめるというところがあります。はい、そうですね。こちら固定ローラーですので、まずこける心配がありません。3本ローラーとかですと、やっぱりある程度体感とかロードバイクの経験がないと乗ることができない、そしてそういった方でもこける時がある。固定ローラーは後輪をがっちり固定しますので、よそ見しててもこけることがないです。ですので初心者から上級者まで幅広い、サイクリストが使うことができます。あとは天候とか気温に左右されずに思い立った時にトレーニングができるところです。はい、そうですね。サイクルトレーナー全般に言えることではあるんですけども、天候に左右されないっていうことが一番の大きいところだと思います。例えば雨の日、風が強い日、雪が降る日などは外で走りに行くと、ロードバイクっていうのはそういう外的要因、風が強い日であれば、バイクが倒されそうになったり全然進まなかったり、雨の日に乗ろうものならばブレーキが効きにくくなったり、乗るか乗らないかはあなた次第なんですけど何急に乗ったそういった家族がいる方とか、仕事上怪我をできないという方であれば、少しでもリスクを減らすためにサイクルトレーナーを導入すれば、天候に左右されることなく好きな自転車に乗ることができる、場所を選ばずに乗れるということですね。はい、あとはこれが家にあるということで、ジムとかに行かなくても家で運動不足の解消ができる。なるほど。要は家でフィットネスができるってことですね。やっぱジム行こうと思うとちょっとさ、それもそうやけど準備したりとか、そこ行くまでがちょっとハードル高いけど、そうね、これやったら別に起きたままの格好でも
言い訳や。まあ、肌でもでもいいし。肌でも別にトレーニングできるし。裸でもいいし。そう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 。自由に、うんうん、自分のペースでできるから。あとやめたいと思った時がゴールですので。すぐやめるし。だからまあ日々の運動不足解消にはなるんじゃないかな。持ってこいだね。うん、特にこの、まあ、サイクルトレーナーってスマートローラー、ハイブリッドローラー、3本ローラー、固定ローラー、大きく言うとこの4つに分類されると思うんですけど、その中でも固定ローラーっていうのは非常に、まあ、安価な製品が多いです。手が出しやすい価格帯が多いです。で最後に僕らは夫婦サイクリストです、はい、ですので今回2台提供いただいたんですけども、まあ、例えば1台だけだと1人しか漕げない、順番待ちよ、うん、順番待ちになってしまう、もしくは1人だと飽きてしまう、そうすぐ飽きちゃうっていうことがあるので、一緒に漕ぐことができる、一緒にトレーニングができる、お互い高め合える、うんうん、で、まあ、飽きたらお互い喋って、うん、まあ、そのサイクルトレーナーにありがちな飽きっていうのを防げるのではないかと、うんうんうん、いうことで今回2台提供いただきました、うん、まあ、そういった風に今から走行動画を撮らせていただくんですけども、夫婦で家族でカップルで友達同士で並べてやると非常に面白い使い方かなと思います、うん、じゃあ早速ねやってみましょう。はい、じゃあ早速トレーニング始めましょう。今80ケーデンスぐらいで回してます。うん、意外と静かだよね。うん、2台で漕いでるけど、うん、2台で漕いでるんですけど、まあ、もちろん下に防振マットは引いてまして、うん、まあ、この騒音レベルであれば全然いいのかなと。固定ローラーってさ、うん、まあ、いいとこはこけないところではあるんだけど、うん、これだったらビンディングペダルの練習とかにすごい向いてない？ほら、こうやって確かに、あ、これいいわ。初めての人ってやっぱり外すタイミングとか外し方のコツ掴むまで難しいもんな。そう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 。あとペダリングの練習になる、うん、そうね。でもちろんギアチェンジの練習にも持ってこいだし、うんうんうん、どのくらいで自分の一番漕ぎやすいギアなのかとか、うん、そうそうそう。あとこうやって、まあ、パワーが男性と女性だと全然違うから、うん、もっと負荷をかけたいって時はここでカチカチって、うんうん、ダイヤルで6段階の調整が効きます、うん、だいぶ変わりますね。今3で漕いでるんですけど。あ、本当？うん、あ、本当やな。あ、もう6だとすごい。あ、今マックス。なるほどね。さっきと同じ感じで漕いでるんですけど、もう全然回らない。なるほど。これは結構いいトレーニングになりそうやね、うん、こういう負荷装置がついてるっていうのもポイントですよね。うんうん、まあ、あとはまあこれ2人で漕ぎながらテレビ見ながら、ああ、会話しながらね。会話しながらでもいいし、 YouTube 見ながらでもいいし、うん、あとは最近流行りのバーチャルライド Zwift と連携させても面白いかもしれないですね、うん、それは本当ゲームみたいで面白いわ、うん、そうですね。ただ Zwift の場合だと、まあ、スマートトレーナーではないので、まあ、パワー表示が想定になってしまうんで、この固定ローラーだと。ああ、なるほど、うん、まあ、ここで自分でカチカチやらなあかんですね。まあ、Zwift も他の人と対戦できる機能あるけど、うん、ガチで横にいる人とバーチャルのとこで対戦できるから燃えるっていう、うん、そう。この固定ローラーそんなに高くないので、うん、まあ、全然変えちゃいますもんね。スマートトレーナーだと、うん、まあ、10万超えちゃったりしますし、うん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 、それに比べてこの固定ローラー1万円以下っていう、うん、あ、現状ね、現時点の話、まあ、お手頃価格で初心者の方に特におすすめしたいローラーじゃないですか、うん、そうだね、うん、
3本ローラー1回やったことあるんですけど、うん、慣れるまでっていうか、いまだに慣れてるかわからない。あとこけるかもしれんし危ない。そう、慣れてる人でもちょっと気抜くと危ないよね、うん、でもこの固定ローラーの場合だとダンシングとかしてはいけませんね、うん、ダンシングしちゃうと後ろが外れる可能性があるし、フレームに結構影響が出ると思いますので、ダンシング等はしない方が、激しいような使い方は立ちこぎみたいな、もうこうやって一定のケイデンスで回し続けてトレーニングっていうのがすごい最適だと思う。で、あとすぐにケンさん一人で乗りに行っちゃうんですけど、やっぱり一人で家で回ってると怖いんですよね、いつ帰ってくるかなみたいな、事故に遭ってないかなとか、特に都会に来たから、けどまあこれやったらちょっと乗りに行ってくるわって言って部屋の横におるやん、これだったらね、これやったらだからちょっと安心感はあるよね、まあ今の時期は寒いし、風強いし、って時にまあこればっかやってると、いいかもしれんですね、安全かもしれんですね、そうそうそう、無理になんか外に行って乗らんなんて思わなくてよくなったなって、まあ、当然交通事故のリスクはないからね、やっぱどうしてもストレスたまるから乗りたいもんね、乗りたい、でこういうのがあるといいよね、で、まあメリットばっか言ってもあれなので、デメリットも申し上げましょう。はい、デメリットは、まずタイヤの減りが早い、ですので専用のタイヤもしくは安いタイヤを使ってやった方がいいです、そうですね、ちょっともったいなすぎるかな、これはもったいないですね、しかも前輪と後輪でちょっと変わるからな、変わりますね、ただでさえ、まあ、後輪の方がお尻乗っけて走ってる分、減りが早いのに対して、一緒にしちゃうと後輪のタイヤの減りがめちゃくちゃ早いと思います、ですのでここはまあ安いタイヤでもいいので、まあ、買うかもしくはホイールセットで買っとけば、袋系付きで、まあ、すぐに遊べるかなと、まあ、タイヤ変えるのも結構大変だから、そうやね、それが一番手軽でいいかもしれない、これ用のも付けといちゃうといいかもな、このバーごと、そうだね、一本だからそこが追加で欲しいものかな、あとそのタイヤの減りにも関係するんですけど、そのタイヤとここのローラーの接地面っていうところの調整、まあ、優しく触れる程度なんですけど、まあここがちょっとその難しいかもしれないです、まあ簡単なんですけど、まあそこの付け方によってもタイヤの減りは変わると思います、ですのでタイヤの減りを極端に、まあ、極力抑えたいっていう方はもう本当にその接地面とかは毎回乗る際に確認した方がいいです、多分1回乗るとずれてしまうと思うので、そこの接地面はしっかり確認しましょう、はい、あとはやっぱりデメリットはまあ振動がすごいね、とにかく振動が今ハンドルにもすごい、ここの漕いでる振動がちょっとビリビリくる感じ、路面から伝わってきますので、防振マットが必須かと、なのでこの製品買う際はこの製品と防振マットがあるとなお良いと思います、もちろんなくても外とかでね、レース前とかで使うようだったら必要ないと思いますけど、賃貸とか、賃貸ですね、室内で使う方は防振マットがないと結構響いてしまうかなと、音はまあ比較的静かなので、その振動問題さえ解決すれば、非常にね、迷惑かけずに室内トレーニングができると思います、このぐらいですか、今ずっと先ほどから、70から90ぐらいケイデンスで回してるんですけど、100いくとどうなるかやってみましょうか、僕が。42キロ、これ100ぐらい、100以上は出さないでおこう、100ぐらいいくとすごいお尻にも振動くるね、結構ビブショーツ履いてるけど、ほんまや、
尻浮かんようにね、うん、お尻浮くってことは下手くそってことやからね。めっちゃ下手くそや私。あー暑い暑い。よし、もう一本いっとく。えい。急にどうしたそのネックレス。あ、これも提供でいただきました。あ、かわいい。かっこいいでしょ。うん、ダイヤルついてる。チェーンのダイヤル式で、うん、結構おしゃれですで、これであの、ね、ネックレスいいのそれ。かなり頑丈なものになりますのでで、かつチェーンで、うん、ロックできるし、はい、うん、この5桁のダイヤルっていうのがポイントになっております、うん好きなナンバーにできるわけね。そうです、いいよ、まあ、これだったら切れることもないと思いますのでありがとうございます、うん、めっちゃおしゃれ、はい、じゃあワンポイントアドバイスとしては防振マット兼汚れ防止マットと、うん、ここにタオルを引いてやると良いでしょう、うん、おそらくすごい汗をかくことになります、うん、ですのでこのステムのとことかに汗が入っちゃうと錆びたりする原因になりますのでタオルは引いてやった方がいいです、うん、でもう一個お金持ちの方は扇風機を置いてやるといいでしょう。そうですね、うちは扇風機ありませんはい、やばい、かなりあの本格的にやると汗をかくと思いますので、うん、まあそういったタオルとか扇風機があるとより良いと思います。これが家にあるということで、うん、運動不足の人も解消、うんうんうん、簡単に、ごめんなさい、室内でトレーニングするということは外で走りに行かないということなので、雨とか雪とか風が強い日、あとは真っ暗な日、うん、まあ要は夜ですね、うん、もう一回行こうか、うん、